ジンバルを使った10個のシネマティックなショットをご紹介しますどうも皆さんこんにちは石田内です今回の動画ではシネマティックに見えるジンバルを使った10個のショットをご紹介していきたいと思いますもし初めての方がいましたら石田内ですこのチャンネルでは主に映像についての発信をしておりますのでぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします ジンバルって結構扱いいが難しいですよねで特に初心者の方とかだったらまずバランスを取るとかあとは調整するだけで結構いっぱいいっぱいになるしでそれからいろんな違うモードがあってでそれを使い分けるのも難しくてジンバルにようやく慣れてきたと思ったら結構ショットがワンパターンってそういうの結構あると思うんですよねなので今日の動画では、まあ、いろんなタイプのジンバルのショットをご紹介しますので是非最後まで見ていただけると嬉しいですでそれでは1つ目のショットがリビールショットです まリビールショットにもいろんなタイプがあるんですけども例えば自分がジンバルを持って歩いていて途中からモデルさんに追い越してもらうショットこう自分が「h 2 3って言ってる時にモデルさんがこう入ってくる、まあ、またはなんかフレームインとかもいいんですけどこういった感じでジンバルが動いてモデルさんが入ってくるシーン逆にジンバルが後ろに動いててモデルや飛車体を出してあげる後ろに動いててものを何かを出してあげるっていうショットがリビールショットになります。 でこれをやるときはだいたいロックモードを使うといいですねでそうするとブレが減ります二つ目がティルトリビールショットになります、まあ、これはどういうことかというと始まりを空に向けてで徐々に徐々に徐々に何か物を映してあげるまたは最初カメラを地面に向けといてで徐々に徐々に建物とかモデルさんなどを出してあげる最初ティルトの状態で情報を隠してあげて徐々に徐々に新しい情報を出してあげるでこれが。 ティルトリビールショットになります。で結構このショットを使うとトランジションとかもやりやすいのでぜひぜひ試してみてください。これはティルトフォローモードで使います。でモードの詳しい説明などはあの他に1本動画出しているのでまたそちらを参考にしていただければと思います。でそれでは3つ目なんですけど。 プ、えー、プッッシシュュインプッシュアウトですねこれは基本的にもうオーソドックスなショットで何か道でも物でもいいんでそれに対して徐々に徐々に前方に近づいてあげる近づいてあげるっていうことで重要だっていうことを今これを見せたいっていうのを視聴者に伝えることができますでこれがまあ単純にプッシュインですねプッシュインで徐々に引いてあげる反対の方がプッシュアウトですね プッシュアウトなんかはやっぱこうエンディングに近づくにつれて使っていくといいと思います物から遠ざかるってその何かを解放してあげるっていう意味も含まれているので、まあ、プッシュインだとなるべくオープニング初めの方でプッシュアウトはなるべく後半の方に持ってきてあげるとその全体としてバランスが良くなりますこれもロックモードで使うのをおすすめしますねで4つ目なんですけども FPB モードですねまたは、まあ、ジンバルによっては POB ポイント・オブ・ビュー・ショットって この全方向にジンバルが動くという動きですね。でこれをどうやって使うかって言うと、で僕はまあ単焦点のまあ50ミリとか、まあ、僕だと24ミリ持ってるんですけども、まあ f1.4 とか f1.8 の浅い被写界深度で使います。でそれでマニュアルにフォーカスをして、それで何かこうものとかあとは草木とかよく使うんですけど、そういうとこに。 まあ、まるでドローンのようにこう三軸に動きながら浅い射会深度でこう植木とかを撮ってあげたりなんか連なってるお土産とかでもいいんですけどもそういうとこをこうゆっくりゆっくり三軸を使って撮ってあげると結構面白い効果が生まれるのでぜひ使ってみてくださいこれは FPB モード、まあ、または POB モードっていうのでできますで5点目がスライダーショットになりますでこれは何か被写体 モデルさんとかに対して、こう横から一緒についてってあげるショットですね。で、またはまあ、建物とか建築物でもいいんですけども、それに対してこう。横からついてあげるようなイメージですね。スライダーショットは時間の経過を表せるんで、a っていう地点から b の地点に移りたい。みたいな時だったら、このスライダーショットを入れてあげるって言うのは結構いいと思います。このショットはロックモードで撮るのをお勧めします。 6点目がフォローショットになりますでこれはモデルさんに対して後ろから同じようなスピードでついていったりあとはモデルさんの前に回り込んで,でこういう状態で自分は後ろ向きに歩きながらこうついていきます。で特にモデルさんの顔を映して自分が後ろに進むっていうショットっていうのは結構シネマティックに見えるので是非是非このショットをトライしてみてください。で、まあ、慣れてない方ってどうしても後ろからのフォローショットが多くなるんで。 できれば後ろからのショットより前のショットを増やすのがいいかなと思います、まあ、ただ一点気をつけなきゃいけないのが、まあ、この後ろからやると結構危ないですね、うん、<laughs> こんな感じで僕も何度も転んだりしているのでぜひぜひこれを使うときにはもう安全第一で後ろに気をつけながら撮影してください、まあ、自分が後ろ向きでこう歩いていくっていうのもありますけどあとは例えば自分の肩に向けてで。 自分は前向きながらカメラだけこう後ろを向けた状態でこう歩いていくっていうのもできますね。で、まあバリアングルとかついていれば自分は前を向きながらこうバリアングルだけちょっと横に向けてあげて、こういう状態で確認できますね。やっぱこう後ろ向きで歩いていくのがもう一番危険度が上がるんで、まあこう前を向いてそのまま歩いていくっていうのは。 安全性を考えるとおすすめしますフレーミングはちょっと難しくなりますけどね7つ目がエレベータータショットですねこれは他のスライダーショットとかフォローショットと組み合わせて使うんですけどもその例えば前からモデルさんをお踊りしてて足元から体の上の方にカメラを動かしてあげるまた反対に体の上の方から足元にカメラを下げて写してあげる僕はよく使うんですけどもモデルさんの後ろからついていく時に足元から入っててだん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 カメラを上げていく。 リビールショットとこう合わせて使うようよな感じですかねでそうすると新しい情報がどんどん出てくるんで視聴者さんがワクワクする仕掛けを作れるショットなので、まあ、おす,すめですねで8番目がオービットショットですでオービッットショットっていうのは何か被写体1点に対してでこれがモデルさんとかあとはまあ建物とかでもいいんですけども1点に対してぐる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 カメラがこう180度でも360度でもこう回るようなショットですね。 ぐるっとでこれをやるときにはパンモードを使用しますでなるべくで結構ショット自体が真ん中に被写体を捉え続けるのが結構難しいショットなので、まあ、慣れないうちはできるだけ広角のレンズを使っていただければと思います9番目がフェイクドローンショットですねこれジンバルをもう高い位置に持ち上げてこういう感じで,でその高い位置のまま歩き続けます このままの状態で,でジンバルを持ち上げてもいいんですけども、まあ、もし可能であれば例えば一脚をジンバルにつけてでこれでプラス 1.5m ぐらい伸びるので,でこの 1.5m の先にジンバルをつけてこれで歩きます、まあ、ただこれを街中でやると若干人々の目が痛い感じがありますけども、まあ、でも結構こうハッとするような面白いショットが取れるので、まあ、もしジンバル本気でやりたい方はこの一脚を購入されるのもおすすめしますね。 また、一脚を使ったテクニックも他の動画で一本出しているので、ぜひ参考にしてください。で、このショットをやるときは、モードはロックモードをお勧めします。10番目がクレーンショットと呼ばれるショットです。で、そのクレーンショットは何かって言うとまあ、さっきのドローンショットみたいな感じで、結構高い位置から徐々に徐々に徐々に。カメラを下ろしていってあげる。まあ、またはカメラ低い位置からだん,だん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 上に上げていくというようなショットですね。 これを使うことによってものすごい大掛かりなセットが必要なそのクレーンとかそのジグショットって呼ばれてるのがジンバルとこの一脚だけでできてしまうのでジンバルと一脚だけでまあそれなりのちょっと規模のちっちゃい版のクレーンショットとかができるのでおすすすめですねで特にやっぱこう上からぐーっと降りていって何か被写体に近づくショットとかっていうのは。 これから物語が始まりまりすよっていうなんか勢いも見せれるしオープニングのエスタブリッシュショットではこうロングショットで今どういう場所にあるかっていうのを見せながらカメラが下がってったらモデルさんが現れるっていうようなショットもできるのですごくこう工夫次第でいろんなバリエーションが取れるショットなのでもうすごく面白いですね。でこれも結構一脚を使ったショットとかってやっぱブレやすいのでこれもロックモードで使用します。 というわけで今回の動画ではジンバルを使ったシネマティックなショットを10選のご紹介でしたその10個はリビールショットティルトリビールショットそれからプッシュインプッシュアウトショットで FPB ショット横の動きのスライダーショットでそれから物についていくフォローショットでそれから上下うどんがちょっとあるエレベーターショットでそれからフェイクドローンショットでその後にフェイクジブショットフェイククレーンショットですね もしこの動画がお役に立てれば高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします僕の動画では映像に関する様々なことを発信しておりますでもしコメントがあればぜひ下のコメント欄によろしくお願いしますそれでは皆さんまた次回の動画でバイバーイ